と音が鳴ったかと思うと、ガタンガタン、バラバラバラと大きく揺れ、家の天井が崩れてきた。何が起きたのかもわからないので、お父さんと一緒にお母さんを呼ぶことにした。お母さん、お母さん。いくら呼んでも返事がない。お母さんとショートが死んでしまったと知ったと、死んでしまったっていうのを知ったときに、私はとても後悔をしました。で、どんな後悔かというと、どうしてもっとお母さんを優しくいたわることができなかったんだろう。どうしてもっとショートと一緒に遊んであげられなかったんだろう。今、当たり前のように、今日もね、皆さんにはお母さんやお父さんが、一緒についてきてくれてると思いますが、自分の周りにいるそういう家族とか友達とか親戚のおじさんおばさん、おじいちゃんおばあちゃん、自分の大切な人っていうのはいて当たり前じゃないんだなって、本当に大きな地震がもうたくさん起きています。私が話することは29年前の私の記憶に基づいて話すことですけど、でもそれをみんなももし自分がこの地震の被害に遭ったらとか、もし自分がこういう状況やったらどうするかなとか、どんなふうに思うかなっていうふうに自分のこととしてちょっと考えながら聞いてほしいなというふうに思います。